し、そこにはレーシングカーを高速化させる高いドライビングパフォーマンスを感じることができた。そしてレクサス RCF は新たな挑戦へ動き始めた。それは GT3 車両の開発。GT500 を戦う RCF はスーパー GT 専用、 RCF は市販ロードカー、そして RCF GT3 とは誰もが購入できるレーシングカーなのだ。 RCF の企画を始めた時に常に GT3 の企画というのを同時に提案しておりますので、 RCF ができたから GT3 を作るということではなくて、 RCF を作るということは GT3 を作るということということですから、 GT3 というものを選んでいる一番大きなポイントは、この企画のものを通して今世界中のレースに使われるんですね。日本の2300のはじめアジア、地域に含めて GT3 という車両を持っていれば世界中の皆さんに楽しんでいるようになるんですが、なんだなんだなんだ、どうしてほしいの、どうしてほしいの、うん、じゃねって、これがこれがいいの、これでなに？
もういいの？いいのかい？いいのかい？いいべ？いいの？いいのかい？いいの？いいのかい？うん？うん？おいで、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 ケツじゃねえ、おいで、おいで、おいで、ケツじゃない、ケツじゃねえって、ケツじゃねえ、ケツ出すんじゃねえ、開発中の RCF GT3 をどう感じたのか。